平野市、用ニュームバー、愛の新たな舞台裏、2024年元日、配信戦争に挑む。日本のエンターテイメントシーンにおいて新たな風を巻き起こす興奮が迫る中、平野市とニュームバー、愛が新たな冒険に挑む。滝沢秀明氏のエンターテイメント会社、トベは、2024年3月に東京ドームで繰り広げられる豪華なコンサートを予告。 そして、平野史洋26、岸優太28、神宮寺優太26によるヌームバー・アイのデビュー曲が期待されている中、驚きの展開が明らかになった。新年の鐘が鳴る瞬間、ヌームバー・アイはどんなサプライズを用意しているのか 女性セブンの報道によれば1月1日のゼロ時にニュームバー・アイがデビュー曲を PV 込みでサプライズ配信リリースするという。その曲調はアップテンポなダンスナンバーとのこと。このタイミングで配信を行うことで、長瀬連さんや高橋海人さんらを要する旧ジャニーズ事務所との熱い配信戦争が巻き起こりそうだ。 新しい年を迎える特別な瞬間、ヌームバー・アイが生み出す驚きの舞台裏に迫る。2024年の幕開けに、キンプリやスノーマンらと共に視聴者を魅了するか、それとも別のプランが用意されているのか一挙手一投足に注目が集まる中、ファンの期待感が最高潮に達している。ヌームバー・アイ、そして飛べの大いなるリスタートに胸躍ること必死。 新曲発表のカウントダウンが始まる。滝沢秀明氏率いる、飛べ、のエンターテイメントプロダクションが、2024年3月に東京ドームで行われる大規模なコンサートを予告。この舞台で、平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太による新たなグループヌームバー、愛のデビュー曲が初を披露目されることが期待されている。ファンの間では、どんな曲なのか、何が起こるのか、 といった期待が膨らんでいた。ナンバー・アイ、ツイキンプリ、ニス・ノーマンも何わ男子も絡んで、24年元日、配信戦争、勃発キラの使用、キシユータ、ジングジユータ、決意のリスタート。ヌームバー・アイは、旧ジャニーズ事務所の人気グループ、キー・エヌ・ジー・ピンス、キンプリ、カラヘイヤ、キシ、ジングジが脱退し、飛べで新たに結成されたグループだ。 すでに飛べ打ちで絶大な人気を誇っているが、デビュー曲は未だ発表されておらず、ファンの期待は高まるばかりだ。サプライズの舞台裏は明らかに。興奮が高まる中、ファンを驚かせる新情報が飛び込んできた。女性セブンの記事によればヌームバー・アイが1月1日のゼロ時、デビュー曲を PV と共にサプライズで配信リリースする計画が進行中だという。 曲のテイストはアップテンポなダンスナンバーとのことで新年の初めに一大イベントを提供する覚悟を見せている。旧ジャニーズとの熱い戦いが巻き起こる。この発表により、ヌームバー・アは旧ジャニーズ事務所出身者を中心とする複数のグループと新年早々に繰り広げられる配信戦争に挑むことになる。 特に、長瀬恋さんや高橋海人さんを要する金プリを筆頭に、スノーマンやなにわ男子も生配信を行うことがすでに発表されており、ファンにとってはこれまでにない熱い戦いが期待されている。飛べの大型コンサートも予告。そして、飛べはコンサートの舞台も用意している。東京ドームでの3日間にわたる大規模なイベントは、 総動員数15万人を予定しており、トレの新人オーディションによって選ばれた才能あふれるアーティストたちも参加予定だ。今年4月からオーディションが行われ、合格者たちがこれまでの活動を積み重ねてきた。このコンサートは、様々な要素が詰め込まれたイベント、とされ、エンターテイメントの新たな地平を切り開く予感が漂っている。2024年はニュームバー、アイ、 飛べの年にするぞ。平野、神宮寺、騎士が金プリを脱退してからアーティストとしての充電期間に入り、様々な経験を積み重ねてきたことがインタビューや公式 SNS に投稿されたダンス動画から伺える。そして新たな気概を持って再始動することが1月1日0時の配信局で明らかにされる。 彼らの決意のリスタートは2024年をムームバー・アイとトベの年にする強い決意が込められていることを感じさせる。今度はまた違う形で戻ってこようね。これまでの活動を振り返る中でムームバー・アイの結成時のメイキング動画で平野は東京ドームを去る際に今度はまた違う形で戻ってこようね。と神宮寺と騎士に話していた。その 違う形で戻ってくる瞬間が迫っている。数々の挑戦を乗り越え、成長した姿を見せつけるヌームバー・アイの新たな舞台裏に期待が高まる。デビュー曲の配信戦争、そして東京ドームでの大規模なコンサート。2024年は確かにヌームバー・アイともにエンターテイメントの新時代を迎える年となりそうだ。 2024年は平野紫耀とヌームバー・アイ、そして滝沢秀明キ,キールトべの新たな興奮と挑戦の年となることは確実だ。デビュー曲のサプライズ配信、旧ジャニーズ生徒の配信戦争、そして東京ドームでの大型コンサートなど、数々の仕掛けが明らかにされている。ヌームバー・アイは、決意のリスタート、を果たし、 これまでの充電期間で培った成果を披露する。ファンは新たな舞台裏に期待を寄せ、2024年をムームバー、アイと共に駆け抜けることになりそうだ。滝沢秀明氏の手による飛べのエンターテインメントは、日本のエンターテインメントシーンに新たな息吹をもたらすことだろう。